絶対これやればうまくいくって方法じゃあもう教えちゃいます、はい、フラン大生は今日話してるテーマは本当にやるかやらないかの違いなんで、もう就活って一人で頑張るとか何か一人でやんなきゃいけないってものじゃなくて、どうもこんにちは、ダイアリーメンバーのオクラです。今日はゲストに節政くんに来ていただきました。過去にも、何度もダイアリーの動画には出ていただいたことあるんですけれども、まずは自己紹介の方お願いします。はい、東京未来大学モチベーション行動科学部4年の節政拓也です。今日はよろしくお願いします。お願いします。これまでの動画でもそうだったんですけど、いわゆる F ラン大学みたいなところから、はい、まず、節政くんの就活状況っていうのをずっと追っていってたと思うんですけど、今回は具体的に、どんな戦略でやっていったのかとかもそうですし、24卒の就活生の皆さんに向けてちょっとメッセージですとかアドバイスをどんどん聞いていきたいなと思ってます。絶対これやればうまくいくって方法じゃあもう教えちゃいます。え、はい、普通のことじゃない何かがあるってことですか？そうですね、F ラン大生は差別化して他の人とは違う、なんかこの学生いいなとか、この学生会ったことないなっていうものをこう作り上げていかなきゃいけないってことが大事なんじゃないのかなと思ってます。なので今日はその節政くんが実際にやってきたもう秘密を教えてくれると。はい、教えちゃいます。はい、ありがとうございます。ということで最後までぜひ見ていってください。ちなみにその決め手みたいなところで言うと、何を一番大事にされてたんですか？そうですね、自分のやりたいことと会社のやりたいこととか、会社で言ってミッションとか創業理念が自分のやりたいことと重なってるかどうかってところと、うん、あと自分は、その年収とか職種ってよりかは一緒に働く人の環境もすごく大事だなっていうふうに思ったので、その環境、はい、人と環境を重視して見てました。じゃあ節政くんの中ではいわゆる第一志望みたいな、一番行きたかったところに内定もらったっていうところですか？あ、そうですね、はい、ありがとうございます。差別化する上で僕はこんなことをやってきたよっていうのを具体的に教えてもらってもいいですか？まず会社の説明会に行ったら、はい、ただ説明会を聞くんじゃなくて、はい、人事の人の名前と顔をメモって、はい、Facebook で検索して直接コンタクトを取るってことが大事だなと思ってます。おー、多くの人ってやらないですよね？そうですね、あんまやってる人って聞いたことないですね。で、なんかあんま良くないんじゃないかとか、はい、ちょっと迷惑なんじゃないかなっていうふうに多分捉える人もいるかもしれないんですけど、それを言ってなんか別にすごく嫌がられたとか、なんかあしらわれたって経験はほとんどなくて、そして実際にやっぱ僕みたいな大学の人ってそのやっぱ OB 訪問にしようと思ってもやっぱ先輩いないんで、じゃあどうしようかってなった時に、じゃあ実際に説明会でお話しいただいた人事さんにちょっとこういうところがわからなかったとか、もう少し聞きたかったんで、はい、なんか OB 訪問させていただけませんかみたいな形でアポ取って、でそこで会社の説明会だとどうしても会社の看板も相手を背負ってるんで、はいはい、会社の情報を結構固い情報しか教えてくれないですけど、うんうん、OB 訪問ってなるとその人個人と話をしてるから、はい、結構そこで結構本音だったりとか、うん、会社の状況とかを聞けるから、そこであなんかこう会社のこういう部分がいいなとか、逆にこういう部分ちょっと違うなとか思ったりして、そこで確認するっていう風にやってたりとかしました。人事と仲良くなるってやっぱ一番大事なんですか？どうでしたか実際？あー、どうですかね、僕は結構大事かなと思ってて、はい、結局企業の、採用面接とか多分人事の人って多分終わった後にじゃあ誰をこう上に上げるのかとか誰を落とすのかって決めるときに、はい、もう絶対人間なんで、はい、やっぱ絡みがあったりとか、やっぱ仲良くしてる方がやっぱどうしてもやっぱちょっとでも、あ、この子頑張ってるから上に上げたいなみたいな気持ちって絶対芽生えると思うんですよ。まあちょっと情みたいな、情みたいな、はいはいはい、そこで勝ち取っていくとか、あとそこで実際にお話した時に結構本気でこの会社を志望してる理由とか熱意とかを、はい、アピールするっていうのは大事なんじゃないのかなって思ってますね。確かに、やらないよりかは絶対やれること全部やった方がいいですもんね。そうですね、やった方がいいと思います。それはただ説明会行きました、ここが良かったですだから志望しますってよりかは、はい、ちゃんと〇〇さんとお話ししてこうこうこういうところが自分のやりたい軸とかと重なってたんでだから志望しますとかって言った方がより具体性あるし、うん、この人は本気で入るために行動してるなとか、はいはいはい、ちゃんとあ、この方にまで話聞きに行ってるんだみたいな部分になってくると思うんで、そういったところでは結構かなり活用できるんじゃないのかなって思ってます。ありがとうございます。
あと他にやってたことは、はい、まあ、自分よりも優秀な大学生とかと関わるってことめっちゃやってたりとかしました。自分のいる環境から一歩外に出るって結構大事かなって思いますね。自分の大学にいる当たり前と他の大学がやってる当たり前って常に違うなってのはめっちゃ思いますね、うん、それに参加するメリットとしては、まずその就活のなんか情報をまあ取得できるってところと、あとはなんか意識高い人たちと一緒にいることによって、こうなんか自分のなんか考え方とか思考、うん、欲っていうのが多分だんだん上がってくると思うんですよ。なんかそういう場所にもう足を運んで自分を鍛えるっていうのもいいのかなって思います。うん。ここまで聞いてくれた就活生の方で、節政くんってなんやかんや言って行動力めちゃくちゃあるじゃんとか、こんだけカメラでめっちゃ喋れるじゃんとか思うと思うんですよ。はいはい。けどなんか昔からそうだったんですか？いや、それがそんなわけないじゃないですかじゃないですよ。あ、そんなわけないじゃないですよ。もうダメなんですよ全然自分は。なんかそれこそ大学1年生の時とかはもう全然なんかあんま喋んのも下手くそだったし、プレゼンの授業とかでもやっぱ噛んじゃったりとか、まあ話すと緊張してうまく言えなかったりとかしたりもしましたし、高校生なんかそれこそ目立つようなキャラじゃなくて、もうクラスの端っこにいるような存在のキャラクターで、それこそあ、なんか典型的な陰キャだよねみたいな感じでなんか言われてるみたいなポジションだったんで、今の自分から見ても昔とやっぱだいぶ変わったなって思いますね。そうなんですね。なんかなんとなく大学に行ったらもしかしたら変わるのかなとかって思って、うん、まあ入ってみたもののもやっぱり実際変わんなくて、なんかこのまま適当に過ごして、まあなんか適当に就活するのかなって思った時に、はい、出会いがあって、その先生なんですけど、その先生と出会っていろいろお話とかこう聞いていく中で、なんかすごくその先生から勇気とかをもらえたんですよね、うん、そのなんか資格を取んなきゃいけないとか、うん、その能力面をすごく上げなきゃいけないっていう風に言われたら多分あ無理だなと思ったかもしれないですけど、先輩たちの、まあ、みんなの行動を見てると、結局先生が言ったことをやるかやらないかの違いだったんですよね。だったら一回やってみて、でうまくいかなかったらもうそれでいいやみたいな感じのノリで行ったら、なんかそれが結構だん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 やっていくのが楽しくなって、うん、まあ、気づいたらこういうアメバだったりとか旬ダイヤに出て喋ってるってことをやってました。やっぱり言われたこととかを信じて実行したっていうのめっちゃ大きいですよね。そうですね、まあ、うん、一回まずは大人が言ったことをまずは一回やってみる、うん、でやってみてそれが自分にとっていいのか悪いのかはその後判断すればいいことだから、確かに、まあ、その行動力も今からでも全然遅くないと。そうですね、今日話してるテーマは本当にやるかやらないかの違いなんで、なんかそこかなと思いますね本当に肝は、うん、今見てくださってる方の中でも自分の中でまあずっとモヤモヤしてたものとか、なんか行動できないなと思ってる方でも、今日の節政くんの話を聞いてそれが変わるきっかけになってくれたらめちゃくちゃ嬉しいですね。そうですね、なんか僕を見てあこんな風に変われるんだとかこういう風になれるんだと思ってくれるような、なんか伝わってくれたらすごく嬉しいなって思います、うん、確かにね、過去のそのボコボコ具合とか、はいはい、ちょっと過去動画見てほしいですね。いいですよね、はい、概要欄貼ってるんで、それを見てもらえれば結構説得力が増すんじゃないかなと思います。ぜひ何か感じたらコメントに、はい、節政くん全部読んでくれますよね。読みます。たくさん書いてください。具体的なやってきたこととか戦略教えてもらったと思うんですけど、不安だなとか自分でもできるのかなってまだ思ってる方たくさんいると思うんで、そういう就活生にちょっと何かアドバイスいただけますか？はい、僕がこう就活とかいろいろやってきて思ったことは、はい、もうとにかく場数を踏む行動力と、あとそのいろんな人にまあ関わって助けてもらうってめっちゃ大事かなって思います、うん、今だったら結構就活エージェントさんって方もいるんで、それをうまく活用して相談してみるとか、あとはそれこそ旬ダイアリー出てみるとか、いろんな社会人とかあとマッチ扱ってみるとか、そういう風にしてまずは大人の人と関わって、そこで練習、まあ、話すことによって、まあ、面接の練習にもなるし、やっぱり同じ大学生よりもやっぱ社会人の人にやっぱ話聞いてもらった方が結構この言い方だと企業に刺さらないから、もっと自己 PR とか学知化ってこういう風に言い換えた方がいいよとかっていうアドバイスってめちゃめちゃもらえるんで、そういうことをやっていくってことはすごく大事かなとは思うので、もうとにかくなんか行動と人と関わるとか、あともしそれでもなんか不安だなと思う人は、なんか僕も Twitter とかやってるんで DM 送ってくれたらいいんじゃないのかなって思ってます。おー、概要欄にね Twitter 貼っとくので見てみてください。はい、もう言い残したことはないですか？最後に1点だけちょっと伝えたいこととしては、もう就活って一人で頑張るとか、こう何か一人でやんなきゃいけないってものじゃなくて、もういろんな人とかいろんな力を使ってやるっていう、もういわゆるなんかもう総合格闘技みたいな就活だと思ってるんで、もう人とかもう使えるもん何でも使ってやっていくことがめっちゃ大事かなって思います。
ありがとうございます。ということで今日は節政くんに就活生に向けて具体的にやってきた F ラン必勝法と、まあそれに伴うメッセージを、お伝えしてもらいました。節政くんの過去出演回と Twitter は概要欄に貼ってあるのでぜひチェックしてみてください。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。みんな頑張ってください。頑張ってください。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。